ニコニコ、おいで。どういうこと？大丈夫？何かあったの？通報差し上げます。食べ終わったの。今日は静かで、いつにも増して無口だ。この前よりいい結果を出そうと思いましてね。忙しいのによく私の相手をしてくれる時間があるな。もちろん嬉しいが、それとどう話そうかと。ニコ、何一つ目は、ワース氏を殺した犯人ですが、先生でないことが分かってほっとしました。というと、先生が罪をかぶろうとした理由も分かりました。犯人はピーター。なぜピーターが犯人だと思ったのか、ぜひお聞きしたい。あの夜、ワースの部屋に行ったら、ピーターがいたか。遺体に絡み込んで、両手はつまみで、目が泳いでた。一体なんでだと、主人としてピーターを救ってやれなかった自分の責任だと思った。犯人はピーターなんだ。キャンベル社長は、ウォースに見据われていたんです。ピーターの妻との関係を調べた。だけど、先生は、ウォース同士の犯人だと思い込んだピーターをかばうために自殺を図ったわけではありませんけど。救急車に乗せられた先生が口走ったウォースと、殺されたウォースに向けて出てきた。彼が言ってたんだよ。ウォースが。なんで？BBC の特派員、アレクサンダー・ワース。BBC によれば、彼が初めてマイダレクからリポートしたのは、私が診療所に先生を訪ねた日の朝でした。想像もできない殺人が行われた。いや、実際に誰かが想像し実行に移した。私の家族を含む大勢の人に。自殺を図ったのは間違っていた。未来がどんなに暗くても、向き合いたくなくても、生きていかなければ。ワースが殺された責めを負ったのも、間違いないから。